残り1人ああナイスー,アタッカーの勝利やったー自分が楽しいと思うなら謝るんじゃねーよ。オペキーさせない良い,い判断。だよなーアリキそうだよなー <laughs> だよな他人に肯定してもらえないと生きていけないのか。あのねー。 私の人生がそうなんだよね。うん、今までの人生ねあの、自分で何かを決めることができなかった人生なんですよ。すべて他人に選んでもらった道。<laughs> 配信もはい、そうですよ。配信もそうですよ。お母さんに配信しろと言われて配信を始めました。 まあでもね、そこでね、配信、進めてもらえたのは、いやまあ良かったって思いますね。はい。いやマジで、お母さんがいい選択してくれた。完全に。しろとは言われてないでしょ。言われたのは、しろって言われたんだよ。感謝はしつつも、一人立ちしないから、無理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 絶対一人立ちなんてできない絶対無理 絶対にできなーい無理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 だそう子供部屋おばさんなんだよねいつか親は死ぬからちゃんと親孝行はしとけよこのコメント見て一気に悲しくなってきた <laughs> ガチ泣きしそう <laughs> 同居しよう、ナオとでもそうすれば最終手段。<laughs> 最終手段。ナオちゃんの家に転がる。微斯さん、シェアハウス向いてそう。いや、絶対向いてないと思うよ。絶対喧嘩するもんだって。ねえ、絶対喧嘩なるよね。いや、ナオちゃんはとはね、喧嘩しなそう。 なおちゃんとは喧嘩にならなそうだから、まあ、もし、一人暮らしをしなきゃいけないとか、家を出なきゃいけな,ないってなった時に、どこに行くか、誰の家に行くかってなった時はなおちゃんだな。完全に。一番、喧嘩しそうな人は、アカリン。<laughs> 絶対アカリンは喧嘩する。毎日喧嘩する。多分、絶対。 <laughs> 一番一緒に暮らせないと思うあかりんは <laughs> これあかりんぶちぎりですでもあかりんも多分同じこと思ってると思うカネリちゃんと一緒に住んだら絶対喧嘩しちゃうっていうあかりんを <laughs> やっぱりふまかさんいやいやなんか仲が仲がよく できない喧嘩ではある。うん。ふなか不仲だったら、多分、喧嘩すらしない。私は。<laughs> 煽りすぎなのよ。いや、煽ってない。煽ってるとかじゃない。喧嘩するほどなんとやらね。そうそう、そういうこと。動画でもちゃんとギスってたもんね。いや、あかりのね、いいところはね、その、 赤ンとよくさ、前よく配信やってたけど、まあ、よくギするんだよ。マジでめちゃくちゃギするの。<laughs> でもギすっても気まずくない、絶対に気まずくないのが赤ンなんだよね。<laughs> マジで気まずくならない。 連絡取ってんのあ、取ってるよえ、だから、みんななんか、コメントでさ、なんか、不仲なんですかとかよく言われるけど、全然不仲じゃないからね。カルビちゃんは努力の天才だね。いや、私さ、人生でさ、あんまり努力っていうものを、してない いやそんなに、いや、したのかないや、まあ、わかんないな。なんか、何か一つを、もうめっちゃやり遂げて努力、努力をしたみたいなのがあんまりなくってさ、なんか卒業できるように努力するとか、そういうのはあった。こう、ならないようにとか、バイトクビにならないようにとか、 の結果にならないように努力をすることはあったけど何か、なんだろう。もう、上を目指して努力することってなんかな、な、な、ない。<laughs> あんまない。配信多いのはすごいけどね。でも配信って辛い、自分にとって一ミリも辛いことじゃないから。てかむしろ楽しい、楽しいことだから、 やってる、努力って思ってないからな、まず。<laughs> 私がものじゃないや。 こいつ捕まーー人目めっちゃ味がないわ残り一名やったー私はみんなの剣にもなれるやった 見たかうまいだろ昨日さここ昨日ねちょっと久しぶりにツイッターで、ね、エゴさしたんだよ赤身カルビでで赤身カルビって打ったらあと2秒スペーストロールが出てきたんだよね。 クラッチ。え、これなんなの、またそのツイッター。私ツイッターはあんまりよくわかんないんだけどさ。その昔の命。検索されてるワードがメインでいくんのかな。私よくわかんないんだよな。